皆さんこんにちは、テレビでの傍聴含めたくさんの応援ありがとうございました。でさっき、質問終わったばかりなんですが、今日はTPP によって、国民の食の安全がいかに脅かされようとしているかと、とりわけそれがアメリカからの強い要求によって脅かされているんだと、そういうことを明らかにしたいということで挑んだ質問でした。でまず話を、分かりやすいので、これ質問で使ったパネルですが、今問題にしているのはアルミニウムの添加物です。でこれはスポンジケーキとか蒸しパンとか、そういったベーキングパウダーの中に使われているものですが、非常に強い毒性が国際的にも指摘されていると、が現在もうすでに5種類国内でこれだけ流通してしまっていると。しかし厚労省は菓子パンなどを食べる子どもたちが国際的な基準を上回って摂取してしまう危険性があるという調査をしながらも、業界に対して提言しろと依頼は出していても、その上限を定める基準は作っていないという状態だったと。にもかかわらず、その上に今度の TPP に先立つ2国間協議でこの新たに4つアルミニウムの添加物をこう指定する、認めさせようとされているというのが一番の問題点だったかなと思うわけです。で厚労大臣はこの答弁の中で、何にせよ国民の安全は守ると、守られると、科学的な根拠に基づいてなんていうことを繰り返し繰り返し言ってたわけですけれども、でも例えば私が質問で言ったように、このカルミンなんていうのは他の着色料ですでに代替可能だと言っても、これ指定をやめるとは言わないと。で例えばこの2番の珪酸アルミニウムカルシウムっていうのは、国際機関の中で国際食品規格から外すと、食品として認めないという決定が下された、そういう事実を突きつけてもやめるとは言わないと。あくまでもこの4つ指定することは前提で、そのプロセスは進めるよということを繰り返したというのが一番の問題で、じゃあこれ4つ認めろって言ったのはなぜかっていうと、元はアメリカから日本の食品添加物の規制は厳しいから、アメリカの加工食品が輸入できないと、だからもっと緩めろと、もっと添加物を指定しろっていう、そういう要望があったからなんですね。だからやっぱりそういうものを次々と受け入れてしまいかねない TPP も、で TPP がダメだったとしても2国間交渉とか FTA とか日米 FTA とかをやるっていう方向性も見えてきているわけですから、そういう中でさらに強い要求を飲まされる危険性もあるというのはもう絶対に許されないという立場で質問をしました。でなかなかこう添加物の話でね、私も難しいなと思いながらも取り組んだんですが、さっきも傍聴来てくれた皆さんも本当アルミってダメだよねっていう話もしてもらいましたし、ぜひこの機会にですね、危険な添加物なんかはもうアルミにとどまらず、もう極力制限させる、その方向に政府自身舵切らせるというところも含めてですね、皆さんと一緒に運動していけたらなと思っております。またこれからも頑張りましょう。ありがとうございました。